所です。ここで参拝用のお線香とろうそく購入いたしました。大久保寺のこれが大主堂です。大主堂の脇には藤がこれから見頃を迎えようとしています。白い藤ですね、紫ではありません。花の咲く頃とても綺麗だと思います。大久保寺の本堂です。88最後の霊場ですけども、今年はうるう年で逆打ちを行います。はい、87番の札所です。長尾寺到着が10時半過ぎました。はい、温玉ぶっかけのかき揚げです。これでいくら？中盛りで3人で1450円。いろんな貝があるじゃん、ほら、うん、なんでしょう、この貝は。なんだろう、しじみみたいな。ここにもほら、あら、カモもこうやって呼ぶと来るの、かわいいもんだね。おいで、カメちゃん。何もくれねえや、いいや。だってないんだもん。ごめん。あら、なんか餌持ってくんだったか。
到着です。野良のワンちゃんでしょうかね。